シーデビル。シーデビルは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、オニートマケエやミツクリエナガ超人暗行と、それぞれの禁煙種の通称にちなんで命名れた。アメリカ公文書は、A の方を由来と明言している。シーデビルは1943年11月18日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。 1944年2月28日に、シャーマイ・ケイ・ケネディ夫人によって命名、浸水し、1944年5月24日に、艦長ラルフ・イースタイルズ・中佐、アナポリス1933年組の指揮下、収益する。収益後は、ニューロンドンでの成長訓練後、シーデビルは1944年7月11日に、同校を出校し、8月9日に、 母校の真珠湾に到着、第281潜水艦部隊に合流し、最初の紹介の準備を行った。9月3日、シーデビルは最初の紹介で日本近海に向かった。9月15日の早朝、本州沖500マイルの海域で初めて敵艦と接触した。2隻の3パンタイプの特設紹介艇を確認したものの、好転のため攻撃を行うことはできず。 シーデビルはその後も横浜、神戸、大阪といった日本の主要港への航路上を紹介した。9月16日4時32分、シーデビルは2度目の接触を得て先行。5時38分に潜望橋で観測すると相手は潜水艦だった。5時45分、シーデビルは潜水艦に向けて4本の魚雷を発射し2本が命中。爆発の衝撃で シーデビルは一時コントロールを失いかけたが、しばらくして、潜望鏡深度に戻った。褐色の煙が潜望鏡の視界いっぱいに広がり、続けて7つの水中爆発があった。5時53分に浮上すると、あたり一面に油膜が広がっていた。相手は、ウェーク島への輸送作戦に従事していた、イ364だった。 9月17日と18日は海が荒れて紹介どころではなかった。9月21日には荒海に逆らって航行しようとしたが結局黒潮の強い海流には逆らず、シーデビルは方向を転じて航行せざるを得なかった。9月22日朝、シーデビルは複数の目標を探知。目標はすべて小さかったものの、シーデビルはそのうちの貨物船に対して砲撃した。 シーデビルは22日間の紹介期間で百3 6 4を含むいくつかの目標を攻撃したが百3 6 4以外の戦果はなかった。10月25日、シーデビルは51日間の行動を終えてマジュロに帰投した。11月19日、シーデビルは2回目の紹介で日本近海及び東、シナ海方面に向かった。月末に 東、シナ海に入って、九州方面に進んだ。シーデビルは、12月1日深夜に、レーダーで、輸送船団と思われる、複数目標を探知。全速で、攻撃位置に向かった。翌2日2時39分、シーデビルはの薬島西方約150キロ地点で、先ほど探知した、ミ29船団を発見した。しかし、この時に波をかぶってしまい、 シーデビルの管内の至るところに海水が入り込んでしまった。特に機関室や蓄電池室、司令塔が大きく浸水し乗陸組員は混乱したものの幸いにも致命的なダメージにはならなかった。3時20分、シーデビルは船団との距離がおよそ3000メートルに達し、レーダーは11個以上の目標を明確に探知。天候はやや不利だったものの、 シーデビルは攻撃体制に入った。3時22分、シーデビルは時間の100メートル以内に浮遊機雷があるのを発見しこれをかわした。シーデビルは波で大きく揺らされたものの、10分後には船団の側面に位置して先行した。ガツボツは4時頃であり、戦望鏡で観測するには条件が悪くなった。4時13分には護衛艦を確認したが、気づかれなかった。 4時14分、シーデビルはマーク18型魚雷4本を中型貨物船に向けて発射しものの、命中しなかった。4時24分には5番発射艦と6番発射艦の魚雷を大型貨物船に向けて発射。40秒後魚雷は輸送船ハワイマル南洋海運9467トンに命中し、ハワイマルは大爆発を起こして40秒で沈没していった。 4時25分、シーデビルは、船団の真ん中に位置し、4時28分に護衛艦が、シーデビルの資金を通過。4時29分、シーデビルは、距離1200メートルにある大型貨物船に対して、艦尾発射艦から4本の魚雷を発射。潜望橋を回してみると、わずか140メートルのところに、魚雷を向けた貨物船より大型の貨物船がいるのを発見。この貨物船は、 シーデビルの方に突進してきてるようであった。4時30分、魚雷は秋川丸、川崎汽船6895トンに命中。何度も続いた、ものすごい爆発と衝撃は、シーデビルでも感じられ、その様子から相手には弾薬が満載されていたのだろうと判断された。シーデビルは攻撃後、150メートルの海底で、じっとした。 はっきりと確認できただけで十二発の爆雷が投下されたが、シーデビルの近くには落ちてこなかった。やがて爆雷攻撃の音は遠ざかっていった。二、e、2 9戦艦は、シーデビルによる秋川丸とハワイ丸の撃沈で尻滅裂となり、奄美大島や台湾各地に個別に逃げ込む輸送船が続出した。この時撃沈した輸送船には沢村英二が乗船しており、 この12月2日来撃で戦死している。日本商船大戦時遭難死によれば、この日に沈没した輸送船は秋川丸と範囲丸だけであり、沢村はそのどちらかに乗船していたとみられている。229戦乱攻撃後も C レビルは九州近海で紹介。12月4日には中国大陸から飛来した B-29 からの船舶目撃情報が、 もたらされたが、その位置は、シーデビルからは大きく離れていた。12月5日には2隻の小型トロール船を発見。12月8日夜、シーデビルは、ジグザグコースを取って、長崎方向に向かう4つの目標を、遠距離に探知した。この時、近くには、レッドフィッシュとプライスがおり、レッドフィッシュもレーダーで目標を探知して、追跡を開始していた。シーデビルは魚雷を発射し、 反撃を避けるため深く先行した。0時50分までには、水上艦の音は小さくなっていった。1時7分、シーデビルは一旦浮上し目標に向かったものの1時間後に反転し、魚雷を発射した。日没後、プライスは、シーデビルに、魚雷の目標への命中を知らせたが、その損害見積もりは定かではなかった。後の報告では、レッドフィッシュが、 空母巡洋に魚雷を2本命中させ、巡洋は終戦まで修理が続いたとし、シーデビルの発射した魚雷は護衛の駆逐艦、牧の艦首に1本命中したことが分かった。シーデビルは南下して、沖縄島近海で12月中旬まで紹介を行った後、12月29日に紹介海域を離れた。1945年1月7日に、ミッドウェイ島に帰港。 1>, 1月11日、シーデビルは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰還した。2月7日、シーデビルは3回目の紹介で、東、シナ海及び、公海方面に向かった。2月19日に、サイパン島に帰港し、ウルフパック戦術の訓練を行った後、バラオ、ガードフィッシュ、天地と共に出港した。2月末には、 撃墜されて着水したパイロットの捜索に従事。3月3日には、現象の一途をたどる中国、満州と日本間の航路で紹介を行った。1週間以上ジャンク以外には接触しなかったが、2月24日に4隻の護衛艦がついた大型タンカーを発見。しかし、シーデビルはこの輸送船団を見失ってしまった。翌25日には、日本の対戦部隊を見つけ、期待した。 2月28日には4つの機雷を発見し、爆発させ、他の2つにも爆破を試みた。3月の終わり頃から、氷海海域に霧がかかるようになり、4月2日になると、視界は1000メートル程度に落ちた。それでもシーデビルは7時10分に、レーダーにより4隻の小船と3隻の護衛艦を探知。9時15分、シーデビルは、戦闘の小船に対して発砲し、 40秒後には2番目の目標に対して砲撃を行った。以後3番目の目標に対しても、戦備発射管を向けつつ砲撃した後、護衛艦に対しても3度発砲した。また、8時19分から8時22分の間には7つの命中音が聞き取れた。シーデビルは戦団に対して発射管を向けた。この時、レーダー上には3つの目標しか残っていなかった。 最初の来撃は3番目の商戦に向けられたものの、少なくとも3番目の魚雷は目標から逸れていった。体制を立て直した後、シーデビルは戦団の残存艦船を求めて追跡した。10時頃、シーデビルは一隻の護衛艦を攻撃して打撃を与えた後、40分後には未だ残っていた商戦に対して発砲。その目標が、 レーダースクリーン上から突然消えたのを確認した。11時頃には生存者を求めて、船の残骸の間を航行し、4名を救助したものの、怪我がもとで全員死亡した。シーデビルが攻撃した船団は、キールンから文字に向かっていた田も51船団であり、シーデビルはこのうち大湯鶴丸、大阪商船、6866トン、ひつ丸、三菱汽船、 1179トン、江戸川丸、東和海運、1972トンの3隻をの地点で撃沈し、残り1隻の商船と護衛艦1隻に損傷を与えたと考えられた。シーデビルは、戦団攻撃後の3日間は、航海で紹介した後、ミッドウェイ島に進路を向けた。しかし、九州南方を航行中の4月7日に、撃墜された。 海兵隊機の4名の乗員を救助するよう命令を受けた。その海兵隊機は空母エセックスから戦艦ヤマトの水上特攻を迎え撃つために発進したもので燃料切れで不時着水したものだった。8日深夜、シーデビルは沖縄島北東320キロの海上で3名の乗員を発見、救助し残る乗員の捜索を行った。 翌9日になると遊軍機も捜索に参加したが、発見することはできなかった。シーデビルは9日午後に進路を南東に取り、4月13日にサイパン島に帰港。4月20日、シーデビルは63日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰港。海軍主君部大将が授けられた。整備後、シーデビルはサイパン島に開港され、5月28日に到着した。 艦長がチャールズ海幕基盤アナポリス1938年組に変わった。5月30日、シーデビルは4回目の紹介で、ロンクイル及びパドルとウルフバックを構成し東、シナ海及び航海方面に向かった。6月6日、シーデビルはトカラ列島を通過して東、シナ海に入り、やがて航海に入った。6月7日以降は、 朝鮮半島西岸の島々の間を航行し、6月8日には山東半島と朝鮮半島の間の海域を紹介した。6月14日午後、シーデビルは護衛艦をつけている貨物船を発見。シーデビルは貨物船の船首に向けて魚雷を4本発射し、体当たりを避けるべくコースを変えた。23秒後、2本の魚雷が若宮山丸、カブラキ木機船。 二千二百十一トンに命中し、若宮山丸和の地点で沈没していった。護衛艦が爆雷を投下し、そのうちの五発ほどがシーデビルの近くで爆発。シーデビルはこれを避けるため海底でじっとしていた。六月二十一日朝、シーデビルは三島半島から朝鮮半島の方に向かう三隻の武装トロール船を発見。うち一隻は別の船を栄光していた。 9時43分、シーデビルは浮上し3分後には5インチ砲、40ミリ機関砲、20ミリ機銃を総動員して攻撃。栄光されているトロール船を一瞬で葬り去り、栄光していたトロール船は全速力で西方に逃走た。シーデビルは3名を捕虜にした上で南に下った。しかし、以降の6日間は天候不順に悩まされて成果が出なかった。 6月27日には最終島などの写真撮影を行い、6月29日には PB にはイコロなどと PBM マリナーと共同で救助作戦に参加。シーデビルはケラマ諸島を本拠とする第4救難隊の PBM クルーを乗せ、6月30日の夕方から家島に拠点を置いた P-47 パイロットの捜索を開始した。翌日、 パイロットは両機によって発見され、シーデビルは正午前にパイロットを迎えた。シーデビルは琉球諸島北部及び九州南方海域での救助課任務を7月10日まで続けた。シーデビルは54日間の行動を終えてグアムアプラ港に帰島。この際の修理に際して、シーデビルにロラン用機材及び無線方向探知機が装備された。8月9日。 シーデビルは5回目の紹介で、航海に向かった。14日に、南西諸島、悪石島南方を通過した。紹介海域入りした8月15日、シーデビルは日本降伏の法を受け取った。続く2週間、シーデビルは紹介海域に泊まり、機雷を探索、爆破処理を行った。8月27日、機雷近くの漁船を発見した。近寄って調べると、 漁民は機雷を部位代わりに使用し、漁網によって安全が保たれていた。8月28日、シーデビルはグアムへの帰還を命じられ、続いてスービック湾への移動を命じられた。9月3日、シーデビルは25日間の行動を終えてスービック湾に帰島した。9月4日以降の数週間、シーデビルは他の7隻の潜水艦と共に、 戦後新たに形成された第五潜水戦隊に加わった。秋の真中、シーデビルはスービック湾で活動し、訓練活動に従事した。12月1日にサンフランシスコに向けて出港し、オーバーホールの後1946年4月23日に母校の真珠湾に帰還した。3日後、シーデビルは西に向かった。5月16日にスービック湾に戻り、 23日に、チンタオへ向かい第71任務部隊と共に、対戦水艦戦演習を7月まで行う。5月5日、シーデビルは、上海に向かい、そこから、新珠湾に移動した。1946年7月26日から1947年5月5日まで、ハワイ海域で、作戦活動に従事する。その年の夏は、 メアアイランド海軍造船所でオーバーホールが行われ、10月初め範囲に戻る。5月27日、シーデビルは別の配備のため極東に向かった。配備では模擬紹介と対潜水艦船演習が活動の大半を占めた。1948年1月8日、シーデビルは真珠湾に帰還し、その後メアアイランド海軍造船所で不活性化の指令を受ける。 シーデビルの収益は1948年9月10日に、と彼、予備役の状態で10年間保管されることとなった。しかし、シーデビルは、朝鮮戦争が勃発して2ヶ月後に収益が命じられる。1951年3月2日、シーデビルは再収益し、第7潜水戦隊第71潜水艦部隊に配属され、真珠湾を拠点として活動した。 夏を通して、シーデビルはハワイ水域で活動した。9月に西海岸へ帰還し、ピュージェットサウンド海域で第4航空団に対して対潜水艦船演習の支援を行う。11月半ばにハワイへ戻り、冬を通して沿岸活動に従事した。1952年4月半ばから6月半ばまで、新珠湾海軍造船所でオーバーホールを行い、 その後沿岸活動を再開した。9月遅くに最終駅後発の配備のため、西太平洋に向かった。シーデビルは10月7日に横須賀につき、第96任務部隊の支援として、対戦水艦戦演習及び国連軍の対戦作戦支援に当たった。1953年1月後半に紹介のため部隊を離れる。1月末までに横須賀に帰還し、 3月3日に、真珠湾に向けて出港した。6月30日、シーデビルは、ピュージェットサウンドへ向かい、第4航空団への支援を行った後、8月20日に、不活性化のためサンフランシスコに向かった。シーデビルは8月28日に、予備役となり、1954年2月19日に、退役した。3年後、 シーデビルは再び活性化した作業が行われた。1957年8月17日に最終駅市サンディエゴの第5潜水船体に配属された。翌年は南カリフォルニア海域及びピュージェットサウンドで軍活動に従事し、その後西大平洋配備の準備に入った。1958年11月から1959年4月まで、 第7艦隊の水上艦部隊及び太平洋艦隊部隊に対する支援活動に従事する。シーデビルは5月にサンディエゴに帰還した。1960年7月1日、シーデビルはギースマイナス4 0 0実験潜水艦に艦種変更され、1963年まで西海岸での訓練活動に従事した。 通常任務は1961年2月から8月、および1963年6月から12月までの2度の西太平洋配備で中断された。1964年、シーデビルは最後の不活性化が行われ、1964年2月17日に退役した。その後7月に除籍され、1964年11月24日に、 南カリフォルニア海域で標的艦として海没処分された。シーデビルは第二次世界大戦の先行で5個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。